今回使用する伸縮継ぎ手は屋外排水用 MS ジョイントでございます。下流側は差し口、上流側は受け口になっています。継ぎ手をスライドさせて接続します。接続後ラインが出てくるとジョイントの挿入不足となりますので注意してください。ちなみにファイ100の場合で間隔は30センチとなっております。外交屋さんから緊急修理依頼。ドマコン壊してたら排水管壊れたから、ワーカー直してくれだと？任せろ。俺としたことが。こんなはずでは。